どうもだるいもんです。今日も一日ダラダラと過ごしたいと思います。レギュラー満タンでお願いします。なんか奥さんが外で寒い寒いとうなってるそんな格好で外に出る方が間違ってる、この寒いのに。やはりそろそろワイパーのブレードを交換しないとダメらしい。クラーレしても窓が汚い。気が向いたらブレードでも交換しますか。ああ、今日なんかすっごい寒いんですけど。今日はやっぱり雪が降りますね。うほー寒い。中に入ろう。最近このエレベーターのボタンって反応悪いよね。一回押したんだけじゃ閉まんないよね、これ。長押ししてないとダメなの？そして、お昼にリンガーハットを食べようと思います。リンガーハット食ったことないんだよね、一回も。なんか、ちゃんぽんって、なんか、これはもうな、ちゃんぽんって食ったことない。ビールは飲んじゃダメですよ。じゃあ普通のちゃんぽんと餃子で。奥さんは今日生ビールではなくコーヒーを飲むらしいです。最近飲みすぎなのでコーヒーで我慢するようなことを言ってました。ビールじゃなくてよかったんですか。うん、昨日いっぱい飲んだから。やだやだ、なんか昨日いっぱい飲んだとかやっぱり言ってますよ、この人。まず大丈夫アル中だよ絶対。絶対俺はこの奥さんアル中だと思ってるんですけど。初長崎ちゃんぽんです。美味しいのかな。ではいただきます。なんか奥さんが撮影の邪魔だと言って食べさせてくれません。どうぞ。では初リンガハットいただきたいと思います。どうですか。初ちゃんぽんのお味は。普通のラーメンの方が好きですなんか麺が全部短いんですけど、こんなもんなんでしょうか。なんかやっぱり俺は普通のラーメンがいいかな。ラーメンはやっぱり醤油ラーメンということで。なんかうちの奥さんは美味しい美味しいって言ってるんですけどね。なんか俺にはやっぱり普通のラーメンがいいです。なんか違うんだよな。別にまずいわけじゃないんですよね。なんかやっぱり食べ慣れてないというか、なんかそういう感じで普通のラーメンがいいです。ごちそうさまでした。美味しかったです。奥さんは美味しかったらしいです。では買い物に行きたいと思います。このディアウォールっていうのを使ってキャットタワーを作りたいんですけど、これがなかなかうまくいくのかどうか。ホームセンターって楽しいですよね。ちょっとステーでいろいろ悩んでるんですけど、どのステーを買ってっていいのかただいま悩み中。 2x4 の板を接続するんだったらこんなんでいいのかな。本当は長いの買ってきればいいんですけど、車に入りきらないからしょうがないんですよね。これで 2x4 接続するか。こっちかな。キャットタワーを作るために来ました。そこだね。あれだ。違ったね。これを使ってキャットタワーを作りたいと思います。奥さんが なぜかプロのように木を選んでいる。この節はダメだとかなんか言いながら木を選んでおります。まあ節はしょうがないよ。うん。DIY 奥さんです。いや、おとといの箱根に行ったので、何でしたっけ、塩カル？塩化カリウム？何だったっけ？まあ何しよう、ひどいですね、これ。もうなんか、タイヤから何から塩だらけですよ。これ洗わないとまずいよね。ささみ買ってって燻製やりたいけど、今日は時間がないな。これだけで771円、安いんだけどな。あれ、今日は金柑がないな。ああ、鶏の丸焼きもいいな。あれで1980円か。あれでダッチオーブンで焼きたいな。うわあ、これで
甘辛く煮たいけどな、今日はもつを作ることに決めちゃったから、まあしょうがない。帰ってもつを作ろう。奥さんが一生懸命袋詰めしてます。ロピアは安いんですけど、中がすごい混んでるんですよね。なかなかすごい混み具合でした。ちょっと、もつの、なんだったっけ、盲腸が気に、盲腸が気に入ったので、また盲腸を柏木牧場に買いに来ました。柏木牧場の揚げたてのコロッケ買ってきました。寒いので車の中で食べたいと思います。柏木牧場の揚げたてコロッケをいただきたいと思います。ではいただきます。熱くておいしい。うん、おいしいおいしい。あったかくてうめえ。椎茸人参。今日のもつ煮もこちらの盲腸です。盲腸っていうかもつって臭いっすよね。これがちゃんと味噌であれして匂いが消えると食えるんですけど、消えないと食えないです。奥さんは平気らしいですけど、私は無理です。結構臭いです。今日も大量になってしまったもつ、隠し味に水飴、こんな感じで出来上がったんですけど、コト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 あとは煮込んでいきたいと思います。酢味噌和え、そう、うどの酢味噌和え、結構身がある。うん、結構身あるよ。タイご飯美味しくできろー。タイのアラでタイご飯美味しくできますように。出汁がいっぱい出てくれると嬉しいな。奥さんがバカ力で鍋の蓋の取っ手を折ってしまいました。さてこれからご飯を炊いていきたいと思います。いい感じに炊けました。あとはほぐして混ぜます。よいしょよいしょ。今日の一品目はウドの味噌和えです。タイ飯、肉じゃが。今日も一日なんかバタバタして終わってしまった。まあゆっくり過ごしてもいいんですけど、ゆっくり過ごすのもつまらないので動き回った方が楽しいですね。で、何を言いたいのかよくわからないけど、とりあえず今日はこの辺で終了です。あとは動画編集してゴロゴロして、お酒飲んだら飲むかな、どうかな。まあ、こんな感じで終了です。今日も。